あのインタビューエリアに来たアルベル監督が開口一番話したのが、あの木本は喋ったかということだったんですね。あの普段本当に無口で、あのなかなか話さないそうなんですよ。インタビューでは一生懸命こう、ね、話してくれたんだなって改めて感じることができました。